準備はいいですか？では出発しましょう。エクセキューターさん、この前エルリック様があなたの功績について話していました。作戦に同行できることを楽しみにしています。はっ、よっ。この先にあるのが海底トンネル、通称冥界トンネルよ。冥界トンネルはインニスの建設時に作られた貨物輸送通路なの。そして都市が完成し、長距離転送ゲートが建設されて以来、ここは長い間放置されたままだった。だからトンネル内の現状は未知数ということよ。周囲を警戒しつつ臨機応変に対応しましょう。トンネル内に入ったらそちらとの通信手段は断たれてしまうわ、リーヤ。分かってる。インニスに到着したら真っ先にフィオナさんにネストマザーとディスガイザーのことを伝えるわ。ええ、行動に移る前に確認すべき情報はだいたいこのくらいね。みんなくれぐれも気をつけて。準備ができたら出発しましょう。ではイカロスさん、道案内もお願い。している可能性があるわ。いつでも戦えるようにしましょう。そうね、廃域種から信号のようなものを感じる。注意して進まないと。機種が多数こちらに向かっている。早くここを通過するわ。飛行状態ではうまく戦えないわ。なら私が引きつけて援護する。
トンネルを進めばインニスがある冥界エリアです。警戒を怠らないで。まだ安全とは言えないわ。油断していました。トンネルにこれだけの廃液種が潜んでいたなんて。この状況を早くフィオナさんに伝えないと。はい、トンネルの出口はこの先です。よっ。皆さん、冥界に到着しました。でもインニスはまだ先です。気を緩めないでください。ちょっと待って、この近くからも強力な廃棄種の信号が。あっちよ。第七通信基地の方ですね。早く助けに行かないと。途中ですごい相手に遭遇したとか。今度はいいねも連れてってよね。そうですね、機会があれば。きっと何かあったんでしょ。隊長は時間を守る人だもん。リンヤさん、お久しぶり。この二人は？ご紹介しましょう。こちらはアーシャからいらしたエクセキューターさんとシャーリーさんです。彼女たちはマーク招待のメンバーです。シロさん、イーネさん、それからモリニアさん。わあ、強そうな人。それとリンヤさんも。ダメだ、さすがに勝てっこない。そもそも皆さんはどうしてここに？それがフィオナさんがその潜在的な危険を察知して、それで私たちを派遣したんです。なるほど。具体的な状況は通信基地に戻ってから聞きましょう。えい。いいねさん、どうしたんですか？隊長、エクセキューターってすっごく強いみたいなの。エクセキューターと一回手合わせしてみたいな。あ、一回じゃなくて二回がいい。うん、機会がある。よし、約束だよ。嘘でしょ。ミラポリスへの転送装置が壊れてる。通信装置も壊れてる。くそー、イーネがその廃液機種をボコボコにしてやる。厄介なことになった。もし急に状況が悪化したりしたら、ミラポリスの増援が間に合わなくなってしまう。大丈夫ですよ、リンヤさんやエクセキューターさんたちがいますから。ふん、ならちょうどいいかもね。人手が増えたら私は別の問題に対処できるから。探査装置の件ですか？そう、最近装置から送り返されてくる情報がちょっとおかしいんだよね。念のためそっちを見に行ってくる。頭でっかちの技術部め、海洋情報を完全に無視してさ。何が正常な現象で分析不要だよ。見てろよ、絶対にそんな単純な問題じゃないから。
それからバカ猫、こっそりついてくるんじゃないわよ。いいねはバカ猫じゃないもん。いいねさんはモリニアさんと一緒に通信基地の状況確認をお願いします。モリニアさん、ここ数日の基地の状況は？以前に比べると範囲機種の襲撃の頻度は著しく低下しました。著しく低下ですが、調査によると逆に活動範囲は拡大傾向にあって、活動中の個体数も大幅に増えています。いい兆しではありませんね。廃棄種は僕たちが考えているよりも知的で組織的に活動するようです。この状況はフィオナさんに伝えます。おしゃべりはこれぐらいにしましょう。僕たちには急いでやるべきことがあります。僕とリンヤさん、エクセキューターさん、シャーリーさんはインニスへ救援に向かいましょう。シロさんは異常のある探査装置を調べに行ってください。イーネさんとモリニアさんは基地の留守をお願いします。予想外の状況があればみんなすぐに連絡を取り合いましょう。絶対に無理をしないように。分かってますね、イーネさん。分かってるよ。よろしいでしょうか、リンヤさん、エクセキューターさん、シャーリーさん。はい。出発の前にまず準備を整えましょう。これは水中酸素循環装置です。これを使えば水中でも自由に呼吸ができます。初めはあまり慣れないかもしれません。もし具合が悪くなったらすぐに知らせてください。うん、行こう。試してみましょう。水中での動作に問題なさそうですか？なんとか。廃棄種の活動信号を検出したわ。みんな気をつけて。エクセキューターさん、シャーリーさん、水中での戦闘はこれまでとはだいぶ勝手が違います。気をつけて対応してください。来たぞ。大丈夫ですか？先ほどの戦いでかなり体力を消耗したはずです。一回休憩を取りましょう。水中で戦うのは確かに大変ね。俺は平気だな。エクセキューターさんは適応力が高いんですね。イーネさんが初めて水中で戦った時のことを覚えているのですが。大変だったの？彼女は強がりなのですよ。水中戦に適していないドロイドの体で無理に頑張っていたんです。その後インニスの研究者に彼女の調整とアップグレードをお願いしたのですが、今や彼女が僕たちの中で一番水中戦が得意かもしれません。この辺りの廃棄種、前回ここに来た時よりもかなり活発化しているようね。はい、廃棄種の個体群はずっと拡大傾向にあります。マーク小隊がここを離れられないのはそのせいです。しかしマーク小隊の力だけでは日々増大するこの脅威に対抗しきれません。僕もエルリック様にデラの現状を説明しました。今後アーシャからより多くのエクセキューターを派遣してくれるそうです。さらなる危機が訪れる前に何としても阻止しなければなりません。では出発しましょう。早急にミラポリスとの通信を回復してユリン様に異常を報告しないと。もっと深く潜りましょう。気分が悪くなったらすぐに教えてください。特に変な感じはしません。それは良かった。それにしてもインニスは冥界の深海エリアにあるのか。本当に不思議ね。
警告、インニスエリアに身元不明の侵入者です。アイリーン認証を。ID を確認しました。リーヤ様、インニスへお帰りなさいませ。海流装置よ、これがあれば短時間でインニスまで行けるわ。このドロイドたちは水門の動的データを収集するパトロールドロイドです。洞窟内の蛍光石も集めています。蛍光石で、どこかで聞いたような。ええ、蛍光石は冥界エリアにも広く分布しているの。インニスの主要エナジーの一つよ。でも蛍光石は通信信号に干渉してしまうの。ひとまずここを離れましょう。この先がインニスよ。当初移住地として建設された小さな町と比べると、かなりの規模になったわね。そして今も開発は着実に進んでいる。地上は都市の建設や拡張には適していないし、ミラポリスが収容できる人口にも限界がある。それに比べてインニスにはまだまだ開発の余地があるし、海底は天然資源の宝庫でもある。インニスはこれからもっと発展していくでしょうね。水中都市か、なんだか想像できないわ。ええ、第二都市のプロジェクトが始まった当初は誰もが夢物語だと思っていた。でも水を遮断するフォースフィールドの発明によって、不可能なはずの計画は現実になった。そんなことまでできるんですね。ええ、みんなの努力と奇跡の賜物よ。リンヤ様、お迎えに上がりました。総務副官のロイです。フィオナ様が議事堂で皆様をお待ちです。待たせたわね。私は別に。ですがお急ぎください。フィオナ様をあまりお待たせしないよう願います。ここがインニスよ。居住エリアはこの周囲にあるの。人口はミラポリスより少ないけど、なかなかの活気でしょ。へえ、
水中で町を維持してるなんてすごいですね。そうよ、インニスはミラポリスより小規模だけど、オフィサーの負担は決して軽くない。ユリン様は元はインニスのオフィサーで、その後をフィオナさんが引き継いだの。でも心配しないで、彼女は怖い人じゃないわ。フィオナ様、こちらルシウス部長が整理した巡回報告書です。パトロールドロイドの巡回ルートが変更になっています。特に注意が必要な重点エリアには印をつけておきました。助かるわ、ありがとう。それにしてもルシウスはどうして働いているの？医師に家で休むよう言われたはずでしょ。家で何もせずゴロゴロしていると病気が悪化する。仕事に没頭するのが一番の薬だ。ルシウス部長はそうおっしゃっていました。仕方ないわね。あなたとロイで仕事を分担して、できるだけ働かせないようにしてあげて。はい、しかるべく手配いたします。それでは失礼いたします。久しぶりね、リンヤ。いい知らせでも持ってきてくれたのかしら。期待にお応えできる自信はないわ。今回の通信トラブルは範囲機種が第10通信基地を襲ったことが原因よ。復旧にはまだ時間がかかるわ。ユリン様はすでに対応に乗り出しているわ。インニスの状況を心配して私たちをここに派遣されたの。状況はどう？芳しくはないわね。最近多くの重要施設が廃棄種の襲撃を受けているわ。けれど対応は進めている。トンネルの廃棄種はひとまず制圧したし、通信システムと長距離転送ゲートは今修復させている。その他は今のところまだ報告は受けていないわ。分かった。転送ゲートの修復が済むまで私たちはインニスに滞在して廃棄種絡みの仕事を手伝うわ。こちらはアーシャから来たエクセキューターとシャーリーさんよ。私たちがお役に立てることを願うわ。皆さん、インニスまで遠路はるばるご苦労様。まずはゆっくり体を休めて。大丈夫よ。その代わり昔話にでも付き合って。最近はどう？相変わらず仕事一筋ね。時間があったらもっと会いに来てよ。それはもう少し先になりそう。暇ができたらね。約束。ちゃんとラビーも連れてくるのよ。遅くなったけど誕生日プレゼントを渡したいの。子供たちが安心できる日常を守るためにまだやるべきことはたくさんある。そうね。何か言いたいことがありそうね。シャリー、ここに通信を遮断するバリアを張ってもらえない？レビリアが目覚めたわ。レビリア？彼女は無事なの？はっきりしないけど、今の彼女はまだ廃棄種の意識の影響を受けている。ネストマザーと呼ばれる廃棄種がインニスを狙っていると彼女は教えてくれた。インニスで廃棄種の活動が活発化していることと関係しているのかもしれない。ネストマザーは廃棄種のリーダーなの？それについては私たちも今のところ正確な情報をつかめていない。あなたも気づいていると思うけど、今回のインニスとミラポリス間の通信遮断は単なる事故じゃない。廃棄種は防御設備の整ったミラポリスとインニスを避けて、あえて脆弱な地点に攻撃を仕掛けた。そして連絡手段を断ち切ることで
相互の支援を不可能にした。それこそがネストマザーの狙いだったかもしれない。ミラポリスへの増援要請を断ち切ってインニスを孤立させる。それとネストマザーの他にも警戒しなければならないことがあるわ、フィオナ。第10通信基地を調査したところ、規制型の廃棄種が存在することが分かった。とりあえずディスガイザーと呼んでいるんだけど、ディスガイザーは人間に寄生する能力を持っていて、宿主を操り人形にしてしまうの。それに既存の技術では寄生された人間を見分けるのは難しい。見た目は普通の人間と何も変わらないから。それは廃棄種に操られている人間がいるかもしれないってこと。インニスにいる全員が疑わしいわ。もちろんあなたも例外ではない。相変わらずね。分かったわ、その情報。ちょうど私の推測と辻褄が合うのよ。マーク正体によると、一部の廃棄種の間で今までと違う動きが見られるそうよ。明確な目的を持ってこちらを攪乱しようとしているみたい。私たちを攪乱して真の目的を隠そうというのね。私が今回マーク正体をトンネルの増援に向かわせたのは、まさに。フィオナ様、リンヤ様、失礼します。緊急事態です。シロさんから数分前に彼女が設置した水門モニター装置が再び異常を捉えたと連絡がありました。しかしシロさんとの通信はすぐに途絶えてしまい、同時に彼女の活動地域で廃棄種の信号が急速に増え始めたんです。この件は私たちに任せて。ええ、頼むわ。急いでシロさんの援護に向かって。ワンリン、クレインに分析を急ぐよう伝えて。廃棄種の動きを把握するのに役立つかもしれない。ロイ、周辺海域の警備レベルを上げて、それから住民には危険区域に近づかないよう注意を呼びかけなさい。わかりました。リンヤさん、インニスにも寄生型の廃棄種がいるかもしれないわ。全員でここを離れて、もしフィオナさんの身に何かあったら。心配しないで、彼女は見た目ほどヤワじゃないから。まずはマーク正体の援護に集中しましょう。今のところインニスに潜伏している廃棄種は異常な行動をとっていないようね。嵐の前の静けさかしら。どうか間に合ってくれ。
この暗闇たちは以前私たちが発見したものと同じです。位置情報は正しいようですね。ここで間違いありません。あなたたちは？はじめまして。私たちは旧域から来た使者です。私はラン、彼はハンル。旧域？旧域って何？間星にそんな場所があるの？いいねのデータベースを検索中。関連するデータはなし。シロさんなら知っているかもしれないわね。はっ！ってことはあなたたちは宇宙人？ここは？ここはベラ、ハガード第7地区が管轄するエリアよ。あなたの言う旧域って？私たちは時空が閉ざされた地域から来ました。時空障壁の影響で外界からは私たちの存在を確認できません。私たちは暗闇に開けられた深淵の渦を追ってここにたどり着いたんです。だけどどうやらここも暗闇に悩まされているようですね。暗闇？この廃域種の群れのことですか？廃域種、こちらではそう呼ぶんですね。そいつらのせいで私たちも随分困ってるんです。廃域種はなぜ封鎖された旧域に向かおうとするの？あなたは何とお呼びすれば？リンヤよ。リンヤさん、私たちはまさにそれに関する重要な情報をお伝えするために来たんです。ただこの場所はどうも。少し待って、エクセキューター、シャーリー、ついてきて。リンヤさんは、あの二人が信用できないと。私たちは、旧域について何も知らない。彼女が今話したことだけで、決断はできないわ。でもどうやら彼女たちは、私たちの知らない情報をたくさん持っているみたい。これは海島の範囲種と関係があるのかも。これから私は一足先にインニスに戻るけれど、その間もインニスの周辺海域を調査してくれないかしら。さっき見た範囲種の数は予想をはるかに超えていたわ。一体どこからやってきたのか、少しでも手がかりが欲しいの。もしかしたら他にも空間の裂け目があって、そこから廃域種がインニスにどんどん侵入しているのかもしれない。確かにそういう可能性はあるわね。いずれにしてもこの潜在的なリスクを無視するわけにはいかない。この件は俺とシャーリーに任せてください。ええ、ゆっくりはしていられません。急いで出発しましょう。ハンルーはどうする？深淵の渦は今のところ落ち着いていますが、また暗闇が引き込まれてくるかもしれません。私はここに残って始末しましょう。イカロフさんはハンルーさんに協力して対応をお願い。もし何か異常があったらすぐに私たちに連絡して。はい。流域か。シャーリー、聞いたことある？ないわ。アイダの子のデータベースには見当たらない。彼女たちの故郷も廃域種に悩まされているみたいだ。ベラと同じ。それじゃあ私たちには共通の目的があるってことね。そうだね。うまく解決できるといいけど。これはインキュベーターが作った巣穴よ。困ったな。インニスは思ったより危険な状況にあるみたいだ。他の洞窟にもあるのかも。これがきっとあの廃域種たちの発生源の一つなんだわ。この廃域種の群れが信号の届かないエリアに隠れているのは偶然なのか、それとも誰かがわざと。それに近くのパトロールドロイドもインニスに警告を発していない。もっとも警告信号が妨害されて届いていないのかもしれないけど。ということはやっぱりインニスにディスガイザーが潜んでるのかな。結論を出す前に
もっと手がかりが必要そうだ。うん、そうだね。とりあえずこのパトロールドロイドについてバーニンさんに詳しく聞いてみよう。この廃棄種の卵はどうしよう。壊しておいた方がいいかな。でもまだ廃棄種がたくさん潜んでいるかもしれないし、やっぱり慎重に行った方がいいよ。うん、じゃあ先にインニスに戻ろう。ワニンさん、インニスの周辺海域で廃棄種の痕跡を見つけました。周辺海域？もしかして日常のパトロールで見落とされていたのかもしれません。具体的な位置は？廃棄種の巣穴は蛍光石の洞窟にありました。そこはパトロールドロイドの巡回経路じゃないか。これまでそんな報告は受けていないぞ。だからこそパトロールの詳しい状況を確認したいんです。記録を調べてみます。これは機密情報だ。関係者以外には明かせない。君たちの話は分かった。こちらで早急に調査しよう。フィオナ様からはお二人の仕事に全力で協力するよう指示されておりますので、お二人がお知りになりたい情報は全てお話しします。フィオナ様のご命令ならば。では私もできるだけ協力しよう。インニス周辺海域のパトロールは保安部のルシウス部長が担当しています。ドロイドは通常のパトロールの他にマーク小隊から提供された情報に基づいて一部エリアを重点的に巡回している。巡回ルートはルシウス部長が毎週マーク小隊の報告に基づいて調整している。具体的な配置を知っているのはルシウス部長と私、それにフィオナ様だけだ。ただこの2週間ルシウス部長が体調を崩しているためルートの調整は私とロイが行っています。私はこの間業務を引き継いだばかりですが、ルシウス部長のやり方通りに行っているのでそこに間違いはないと思います。ちぇ、一体どこで問題が起きたというんだ。わかりました、ありがとうございます。廃棄種は一体どうやってドロイドとマーク小隊の目をすり抜けているんだろう。イカロスさんたちに聞きに行こう。はっ、よっ、ほ。イカロスさん、マーク小隊のパトロール計画について教えてくれないかな。あ、今ちょうどその話をしていたところです。僕たちはフィオナさんの指示に基づいてパトロールする他に、廃棄種の活動信号をもとにその場所を重点的にパトロールするんです。廃棄種の活動にはあまり規則性がありません。できるだけ広い範囲をパトロールし、不審な場所を見逃さないようにするしかありません。シロさんは探査装置の置かれたエリアを監視しています。彼女は通常僕たちと一緒には行動しません。ですがイーネさんが最近意外な発見をしたようです。あのね、ここんとこ何日か隊長がいなかったんだけど、そしたらいいね全然廃棄種を捕まえられなかったの。あいつらまるでいいねを避けてるみたい。本当にイライラする。いつも逃げられちゃうんだよ。ああ、もう本当頭にくるな。廃棄種がいいねさんを避けている。モリニアさんはどう思いますか。いいねさんとのパトロール中、確かにその奇妙な現象が。あいつらわざといいねを誘うように逃げるんだけど、追いつかれそうになるとすぐパッと散らばっちゃうんだ。
見てろ、捕まえたらギッタギタにしてやる。そのこの前モリニアとね、別々に行動したらどうなるかって試してみたのだけど、イーネにはよく分かんなかった。その私一人の時は排気症はまるで目標を見失ったかのように見えました。どういうこと？排気種がみんないいねに驚いて逃げちゃってるってこと？うん、フィオナさんによると排気種の行動にはっきりした目的が感じられるらしいんだ。いいねさんにだけ排気種が反応する、何か特別な理由があるのでしょうか？それともいいねさん、インニスに来た時あなたのボディを改造してもらいましたよね。誰が担当したか覚えていますか？保安部の技術者だったような名前は確か。ナーラさん、それがどうかした？もしかしてその時に。はい、排気種の動きはイーネさんの改造と関係があるのではないかと。え、そうなの？その時イーネさんに新機能がたくさん追加されたようで、彼女は今では排気種の信号をより正確に受け取れるようになりました。排気種がこれを逆利用できるとしたら。位置を特定する機能とか？その可能性もあります。ただナーラさんからはそのような話は聞いていません。言い忘れたのか、それとも他に理由があるのか、詳細はナーラさんに確認するしかありませんね。ねえ、絶対に真相を突き止めましょう。クレイン部長が帰ったと思ったら、また新しい顔が2人も。私は眠い。お仕事本当に忙しいんですね。そりゃそうですよ、技術部の仕事ってすごく頭を使うんです。おまけにクレイン部長の鶴の一声で何日も残業。クレイン部長？ルシウス部長ではなくて？そうですよ、才気あふれるクレイン技術部長様が仕事のご指導にいらっしゃったの。彼の言う通りにパトロールドロイドを改良したのはつい先日のことなんですけどね。今度も情報受信システムに新しいアイデアを山ほど。口で言うのは簡単だけど、おかげでこっちは何日も残業ですよ。それでご用件は？あんまり時間がないんです。何しろクレイン部長がもうすぐ機能のチェックに来ますから。マーク招待のいいねの調整とアップグレードを担当されたそうですが。マーク招待？ああ、確かに私が担当しましたよ。あの子本当に面白いですね。彼女が搭載している戦闘チップは確か。あれは話の途中にすみません。その時彼女に位置特定機能も追加しましたよね。え、そうでしたっけ？よくわかりませんけど、全部クレイン部長の指示通りにやりましたよ。うん、位置特定機能ね。もしかして私には情報権限がなかったのかも。うん、きっとそうですね。で、その機能が何か？まさかバグですか？はあ、
面倒な統合機能ほど問題が出やすいんですよね。最初から分かっていれば。あ、いえ、違うんです。確認したかっただけです。それならいいんですけど。マーク正体の位置情報はこちらで見ることができますか？それは無理でしょうね。ほら、私も全然知らなかったんですから。きっとフィオナ様が指定した人間しか見られない機密情報なんですよ。パトロールドロイドの改良についてもう少し詳しく教えてもらえませんか？具体的な技術についてはお話しできませんね。ま、うちの天才部長が厳しくチェックしてるんだから、パトロールドロイドについては何の心配もいりませんよ。そのフィオナさんがパトロールドロイドの一部を抜き出して性能検査をしたいと。え、フィオナ様からの緊急要請なんですか？じゃあ急いでやりますね。後で報告に行きますから。用事はそれだけですよね。じゃあ早速取り掛かりますね。手がかりはたくさん見つかったけど、これだけじゃ犯人を特定するのは難しそうだね。まずこの情報をフィオナさんと共有しよう。エクセキューターシャーリーさん、お帰りなさい。今ランさんと吸域の状況について話し合っていたところよ。あなたたちも重要な情報をたくさん持ち帰ってくれたようね。フィオナさん、インニス周辺海域の軽鉱石の洞窟内にインキュベーターの巣穴を発見しました。インキュベーター？促進能力を持つタイプの廃棄種ですか？やはりベラにも奴らの痕跡が。そこは確か廃棄種の信号が探知できないエリアだったわね。だから特別にパトロールドロイドを定期的に巡回させているの。しかし現状ではインニスはその警告を受け取っていません。誰かが警告情報を故意に隠している。この他廃棄種の不可解な行動についても調査しました。マーク正体によると、一部の廃棄種はわざと正体の注意を引きつけ巡回ルートを変えるよう誘導しているようです。マーク正体をある地点におびき寄せ、到着する前にそこを離れてしまう。彼らは何度も無駄足を踏まされたそうです。それでは調査効率は大幅に低下するわね。でもそうなると廃棄種はマーク正体の行き先を把握しているということになるわ。はい、これはイーネの位置特定装置と関係があるのではないかと推測しています。それってつまり、これは重要な情報ね。知っている人間も限られている。フィオナ様、大変です。検査を命じられたパトロールドロイドたちは行動プログラムが改ざんされています。あのドロイドたちはあらゆる廃棄種を無害な海洋生物と認識しています。わかったわ。直ちにパトロールドロイドを一つ残らず回収して、誤ったプログラムを全て修正しましょう。はい、ロイ副官はすでにこの件の対応に当たっています。私もこれから手伝いに行きます。みんなでこの件について話し合わなければね。どうやらもうあなたの中で答えは出ているようね。クレイン、シロさんが発見した異常信号の分析に進展はあった？フィオナ様、それは海洋生物の正常な活動によるもので気にする必要などありません。無駄な調査に時間を費やすべきではないと考えます。どういうことかしら。異常信号と廃棄種の活動とは無関係。その根拠はあるの？それは偶然の一致に過ぎません。あるいは廃棄種の活動を正常な生物活動と誤認しているとか。ついさっきパトロールドロイドのプログラムが改ざんされていることが分かったわ。廃棄種を海洋生物だと誤認させていた。ルシウス、どうも。私はそのようなことは存じておりません。一
体いつ？ハッカーか？何者かがドロイドの管理ネットワークに侵入したのかもしれません。今すぐ徹底的に調査いたします。そうですね。もしかしたら私が油断したのかもしれません。状況が緊迫している今、些細な見落としも命取りよ。リンヤによると、ディスガイザーと呼ばれる廃棄種が発見されたそうよ。人間に寄生する能力を持っていて、寄生されたものは廃棄種の操り人形になってしまう。もしかしたらこのディスガイザーに操られた人間が密かにインニスの防衛システムをかく乱したのかもしれない。廃棄種の操り人形、分かったぞ。すでに調査で明らかだ。あなたがパトロールドロイドのプログラムを改ざんして廃棄種を識別できなくしたのでしょう。これでは危険区域を何度巡回しても無駄だ。病気療養中の2週間、私たちはあなたの仕事を引き継いだ。だがあなたの陰謀は誰にも知られなかった。いえ、それも軽病でしょう。万一追及されても2週間の療養は絶好のアリバイだ。ロイ、ロイ、落ち着きなさい。私たちが争っていては、それこそディスガイザーの思うつぼよ。申し訳ありません。クレインの体の方はどうなの？ディスガイザーは何か悪い影響を及ぼすのかしら？おそらくすぐ目が覚めるはずよ。でもしばらくは隔離して観察が必要ね。分かったわ。ワンリン、彼をお願い。これまでのパトロールドロイドの報告は全て無駄だった。改めて実情を調査する必要があるわね。ええ、この件は私たちに任せて。みんな気をつけろ、インキュベーターだ。深淵の渦を目指しているのか？その可能性は高いわ。あそこを守るために人員を配置しているけど、少し心配ね。ここの廃棄種を倒したら深淵の渦に戻って守りを固めた方がいいわね。海域に向かっているみたい。なんてこと。まさか深淵の渦は一箇所だけじゃなかったの？急いでインニスに戻るわよ。集まっている。そこにはネストマザーによってできた深淵の渦もあるはずよ。私たちの今の力ではこれだけ膨大な数の廃棄種に立ち向かうのは難しいでしょう。私たちはまさにそのために来たんです。彼らはベラの深刻な脅威であり、宮域の安全をも脅かしています。あの廃棄種の群れを排除すれば宮域の安全にもつながり、廃棄種の行動の解明にも一歩近づく。奴らの欲しいままにさせてはおけないわ。インニスにとっても大きなリスクになりかねない。
俺たちも一緒に食い止めます。ええ、ルシウス、イーニスの防衛計画の変更を願い、戦力をイーニス市内に集中させ、何に変えても住民の安全を守りなさい。ロイはクレインの職務を代行してミラポリスとの通信を早急に回復して、いち早くユリン様にイーニスが直面している危機を知らせるのよ。イーニスの最高権限はひとまずワンリンに委ねるわ。イーニスのことはあなたたちに任せたわよ。フィオナ様、出発しましょう。リンヤ、ここまで追跡したら廃棄種は分散して去っていったわ。一網打尽にしたいところだけど、今は戦力を一番必要なところに集中しましょう。シャーリー、アブさんとの廃棄種信号を突き止められるか。アブさんとの居場所を探知できれば深淵の渦の位置を特定できるかもしれない。わからないけど試してみる。かすかに信号が。見つけた。信号は2つの場所から来ているみたい。冥界の奥ね。応援を求めるのは難しそうだけど、廃棄種を前に引き下がるわけにはいかない。奴らを倒してイーニスを守り、ミラポリス、ひいては全アイダ星の住民の安全を守らなきゃ。どんなに苦しい戦いだとしても、行く手に何が待ち受けていても戦うしかない。この危機を止めるために、私はみんなと肩を並べて戦うことができて光栄よ。フィオナ様、マーク招待との連絡が途絶えました。引き続き通信を試みて、イーニスを守らないと。承知しました、フィオナ様。深淵の渦はここにはないようですね。こっちに気づいた。気をつけて。体勢を整えられる前にきれいさっぱり片付けましょう。さっさと倒して深淵の渦を探すわよ。みんな無事？怪我はない？大丈夫。本当に不思議な能力。こんな暗闇までいるなんて面白い。シャーリー、もう一体のアブさんとの位置を改めて特定してもらえないかしら。ええ、さらに深く潜ろうとしてる。さあ急ぐわよ。ワンリン、ミラポリスとの通信は回復した？申し訳ありません、フィオナ様。現時点ではまだ。分かったわ。深淵の渦はもうすぐです。海島の深淵の渦と同じ。この深淵の渦の規模は
随分と大きいようですね。もしかしてこれこそがネストマザーの真の目的なんでしょうか。私たちを小さな深淵の渦に釘付けにしている間、海底の深淵の渦を開くのが本当の目的。なかなか利口ですね。いつまでも奴らの思う通りにはさせないわ。まさか深淵の渦に入ろうとしているの？そうはさせないわ。ミラポリスとの通信が回復したわ。ベラの危機はユリン様に伝えられた。これから続々と応援部隊が派遣されるはずよ。でもミラポリスの応援だけだとこれほどの大軍を相手にするのは厳しいわね。ええ、だからハガード第9地区にも知らせを送ってくれたみたい。第9地区のエクセキューターも長距離転送ゲートで応援に来てくれるわ。転送ビーコンの位置情報をここに設定するよう手配したわ。これで応援部隊が到着してすぐ戦闘に加わることができる。分かったわ。だけどイカロスさんたちとの連絡はまだ回復していない。まさかハイキシュとの戦いがまだ終わっていないのかしら。あちらに行ってみます。彼らの手助けができるかもしれませんし、こちらの様子も伝えておきます。頼んだわ、ランさん。私たちは転送ビーコンが構築できるまでここを守り抜くわ。オフィサー・フィオナ、聞こえますか？聞こえるわ、どうぞ。廃棄種の大軍が行く手を阻んでいます。作戦に突破してこちらに向かいます。それまで持ちこたえてください。転送のためのアンカーポイントを設置してます。分かった、こっちで何とかするわ。あの機種はこちらに行きますよ。深淵の渦への侵入を必ず。居住エリアの機能は酸素供給に限定し、残りの全エナジーを転送ルートに集中しました。空間の裂け目が開く。あのアブさんとかハイキスたちを呼び出したわ。増援が来るまで絶対に持ちこたえてみたい。
て。メーター補正完了。転送ターゲットを順次接続します。
ダメです。時空が不安定なせいで時の印が深淵の渦を閉じられません。やっぱりそううまくはいかないか。幸い暗闇の大部分は倒したのでそこまで危険は多くないはずです。大変な状況みたいね。何か手伝えることはない？この深淵の渦を閉じようとしてるんですが、今の状況では。深淵の渦を閉じる？さっきの道具を使って？ええ、時の印といって廃域種が開いた深淵の渦を沈めてねじれた時空を元通りにできるんです。そう、本当はそのはずなんだけど。海底の深淵の渦については後でユリン様たちに相談しましょう。それと今回の情報はドクター・クレイフォーの範囲機種研究に役立つと思うわ。もしかしたら将来もっと役に立つ情報を発見できるかもしれないのね。ええ、でもこの荒波を乗り越えるにはまだしばらくかかりそうね。この深淵の渦を厳重に監視させて廃域種を一匹たりとも通さないようにするわ。その他についてはイニスに戻った後現状を見て決めましょう。ええ、危機はまだ去っていないものね。計画と違うぞ一号。あなたの勝手な行動はサーガ様に報告させてもらう。あらあら、相変わらず生真面目ね。あなたって子はこんなに資格紙面で融通の利かない子とは思わなかったけど、それにあなただって大勢の昔馴染に会えて嬉しそうに見えるわよ。昔馴染？ふっ、あなたは随分と顔が広いことだ。また始まった。まったく、あれ、サーガ様ご自慢の最高傑作じゃないですか。お元気かしらネメシス。それとそこの子、あなたもなかなかやるじゃない。お前たちどうしてここに？ん？意外だったか。廃域種による破壊はベラ地区以外にも及んでいる。私たちはこの星を傷つけるどんな異変も見逃さない。廃域種の侵入、それをアイダの子が黙って見過ごすわけがない。必要ならば行動を取るまでの話だ。意外でしたね。あのお高く止まったハガードの面々でさえ手を焼くことがあるなんて。結局頼るのは。エイジス、目的を同じくする者同士、争いやいさかいはひとまず置いておこう。だが一時行動を共にしたからといってアイダのことハガードが和解したことにはならない。はいはい、あなたのたわごとは聞き飽きました。私はおいとましますよ。この二人に飽きもせず付き合って。一号の言う通りじゃないですか。確かにおしゃべりが過ぎたようだ。今回の協力はここまでだ。あとは自力で何とかするんだな。送りましょう。チェッ、そんなに急いで帰ることないじゃない。私、あなたたちと勝負したいな。さっきの戦闘では特別な力があるようには見えなかったな。実力を隠してたりする？もしそうじゃないなら、ほら、そちらのお嬢さん、この私と手合わせしてみない？素敵な申し出ですね。望むところです。一人だけ？そんなんじゃ全然足りない。全員でかかってきてよ。セミールさん、いい加減にして。はーい、わかりました。セミールさんのお誘いはまた今度ね。短い時間だったけど、あなたたちにはお世話になった。皆さん、ではこちらにどうぞ。では
また会いましょう、ネメシス。もう少し穏やかな状況の時にね。そのありがとう。サーガ様が未来に放った一手、今後も期待しているぞ。長距離転送ゲートが復旧した。私は先にミラポリスに戻ってインニスで起こったことをユリン様に報告してくる。ではその間インニスは、増援のエクセキューターたちがすでに各通信基地で警戒に当たっているわ。インニスは大丈夫よ。フィオナがしっかり守ってくれる。今後についてはユリン様に詳細を報告してから考えましょう。うん、ダビーにも会いに行きましょう。長い間会っていないもの、きっと心配しているわ。ええ、久しぶりに寝る前の読み聞かせもしてあげたいわ。ここでの出来事を話そうかしら。